皆さん、こんにちは。今日は血糖値を上げないミルクの種類について説明したいと思います。多分ね、日本でもオーツミルクとかライスミルクって結構人気で、あの、ビーガンの人はね、特に、あと牛乳飲めない乳糖不耐症の人、私みたいに牛乳飲んだらお腹壊すって人も、すごいオーツミルク愛用してる人が多いと思うんですけど、オーツミルクは糖尿病とか、 二型糖尿病の傾向がある人とか、あと、シュガークレービングって言って、こう、砂糖中毒の人、常に甘いものが食べたいとか、常にお腹が減ってるっていう人にはおすすめできません。その理由は、オーツミルクは、あの、オーツからできてるので、やっぱりか、あの、炭水化物なんですね。 炭水化物から作られているミルクは、例えばライスミルクとかオーツミルクは、グルコーススパイクを引き起こします。だから、あの、血糖値が上がったり下がったりするのに、すごく影響して、あの、血糖値を上がりやすくしてしまうんですね。だから、なるべく、あの、砂糖の含有量が少ないミルクを選ぶのがポイントです。もしくは、全乳ですね。あの、ホールファットのミルクですね。普通のミルク、スキムミルクじゃなくて、あの、 スキムミルクはあの脂肪分が取り除かれてる分血糖値が上がりやすくなりますミルクはあの自然の糖を含みます乳糖っていってラクトースを含むのであのその自然の糖を含 脂質と、あとプロテイン、タンパク質を含むミルクの方が、血糖値を上げにくいんですね。だから朝コーヒーにミルク入れたい人は、全乳かナッツミルクをおす,すめします。ナッツミルクなら何でもいいです。アーモンドミルクでもいいし、うん、ココナッツミルクでもいいし、アメリカではピスタチオミルクとかね、あとマカデミアミルクとか色々あるんだけど、多分日本ではあんまり売ってない気がします。 豆乳でもね、あの、ラベル見て、砂糖が入ってないものを選んでください。あの、砂糖が添加されてる豆乳もあります。飲みやすくするために。日本ではすごい多いと思います。砂糖が添加されてるミルク。なんかバナナ豆乳とか、うん、麦芽豆乳とか、すごい甘いですよね。だから多分砂糖が添加されてると思います。だからここのラベル見て、砂糖の含有量を見て、 このミルクはすごく理想的です。ビタミン A と E も含むので、お肌にもいいし、私はよく運動するので、カルシウムとかマグネシウムが必要なんですけど、カルシウムも含みますね。で、ちょっとだけ鉄分も取れるし、ビタミン D を含む、あの、プランツベースミルクは、あの、免疫力を上げてくれます。ビタミン D は、 あのね、太陽光を浴びることでも当然生成されるんですけど、ちょっとね、あの食品からも取った方がいいです。で、あの、すごくプランツベースドミルクっていうのは、あの、炎症の原因になるオイルを含むことがすごく多いです。パームオイルとか、ソイビーンズオイルとか、あの、なんだっけ。 うん、キャノーラオイルとか、そういうのを含むことが多いので、ベジタブルオイルですね。ベジタブルオイルを含むことが多いので、オーツミルクも口当たりを良くするために、うん、あの、そのベジタブルオイルが含まれていることが多いので、ちゃんとラベル見て、あの、その、炎症を引き起こすようなオイルが含まれてないオイルを、なるべく選ぶようにしてください。 でね、でね、一回こう、良いブランドを見つけたらずっとそれを買えばいいから、最初だけ、ちょっとめんどくさいけど、この、ニュートリションファクトっていう、その栄養価のラベルを見て買ってください。でね、全乳飲める人はもう、常にホールミルクを選ぶようにしたらいいと思いますで。私はね、お腹めっちゃ壊すから、特にアメリカのミルクは多分加工方法が違うくて、 アメリカに来てからこうアイスクリーム食べてもピザ食べてもミルク飲んでもミルクちょっと飲んでもお腹を壊すようになって私はこの外食する時特にイタリアンとかそういうミルクを含む可能性が高い時はこれを持っていきますあのデイリーダイジェストピル。 あの、ラクトース、乳糖を消化するのを助けてくれるサプリメントで、これを知ってからもう本当にすごく助かってます。<laughs> ちっちゃい時はね、多分あの乳糖不対象がそんなひどくなかったんだけど、もう30超えてから、なんかさらにひどくなった気がして。<laughs> うん。でも、もともとミルク飲めた人だと、すごくアイスクリームとか好きな人多いと思うんですよね。あの、とか。 友人宅に招かれて、その、作ってくれたスイーツとかがミルクを含むことが多かったので、食べれないとなんかすごく悪く感じていたので、これを知ってから、あの、ファミリードクターに教えてもらったんですけど、こういうものがあるって知ってからすごく嬉しいです。で、周りのこう、乳糖不対症の人も、 結構年配の女性とか男性が多いんですけどもうこれを教えてあげたらすごく喜んでくれた人が多いので食べれるようになったってあのピザとかアイスクリームとか食べたい時に食べれるようになったって喜んでたのでうんこれはおすすめですでもねまああの乳糖の取りすぎも健康に良くないし牛乳の取りすぎもすごい皮膚の健康に影響するっていう 研究が最近多いので、牛乳も、あの、あんまり大人になるともう必要ないので、うん、コーヒーにちょっと入れるぐらいの消費量にした方が個人的にはいいと思います。でね、あの、砂糖を含むドリンク、ヤクルトとか、私の多い子も超これに、これが好きで、ヤクルト <laughs>、一時期ヤクルト飲 飲飲みすぎててなんんだろう水ををむのを拒否してる時期があったんですね私がなんかこう水もちょ食事中は水飲みなさいって言っても、うん、ヤクルトくれって言って、うん、ヤクルトを一日に何本も飲もうとする傾向があったので私の、ね、姉だと厳しくこう叱るんだけどやっぱり私の場合おいっ子なので人の子なので <laughs> なんかこううん。 ヤクルトを与えすぎてしまう傾向があったので、それは、うん、子供の健康には良くないと思います。ヤクルトは、あの、プロバイオティックを含むので、やっぱりお腹の健康にはいいんだけど、デザートとしてあげるのがおすすめです。あの、ちゃんと食事で野菜とか、その食物繊維とか、あの、タンパク質を取った後に、デザートとしてヤクルトを飲むと、血糖値にそんなに影響しないので、子供がこう、 ハイパーになることが、うん。ハイパーになりにくいし、あの、血糖値にも影響しにくいので、うん。体にはその方がいいです。食後にあげてください。で、1日1本とか2本とかね、あの、あげる量も、リミットを決めた方がいいと思います。じゃないと、子供はもう何本でも飲めると思います。で、ヤクルト1本に含まれる砂糖って約 10g なので、うん。 大さじ3分の2ですねだから結構な砂糖でです。でね、これプラスチック消費にも <laughs> 飲むのは23秒なのにそのためにプラスチックごみが出るからなんかもうちょっとヤクルト、うん、ガラス瓶にするとかこう大きいガラス瓶にするとか、うん、ちょっと変えてほしいなって思うけどこれがなんかもう昔ながらのね形だから。 しょうがないのかなとも思います。<laughs> 今日は私のちょっと長くなりすぎた動画を見てくれてありがとう。うん。なのでミルクを選ぶときはちょっと注意してみてください。あの、特にね、ビーガンダイエットとか好きな人は、うん、私はもう個人的にはビーガンじゃないんだけど、ビーガンな人はオーツミルクすごい消費すると思うんですけど、 ビーガン食っていうのは基本的に炭水化物がもともと多いので、炭水化物の消費量が多いので、こう、糖尿病になるリスクが上がる可能性もあるということですね。甘いものもよく食べるし、炭水化物の摂取量も、プロテインとかその、ファットに比べて多いし、だからこう、うん、ちょっと、 隠れ砂糖に注意してください。今日は動画見てくれてありがとう。質問があったら受け付けます。またねー。